皆さんこんにちは、YKすけです。本日2024年、11月24日、15時43分、僕の方のホームページは YKすけの履歴の、69番と70番の間に、AI で作ったとされる曲をね、公開されている方たちの、曲を、アクセスできるようにしてるんですけども、圧倒的に数が多い方がいらっしゃいますけども、多分その人にいろんな人たちが今まで公開してきた動画なのか、そこに多分集めてきたんだと思います。つい最近サルベージっていう曲が公開されたんですけども、その曲も以前見ました。で、ただし世間に販売されたのかで言うと、多分誰も歌ってないと思うんです。で、アンラキーモルエスさんと、山本さやかさんに関しては、ハードルがすごいから。でもその女性の活躍する社会でもいいですし、その曲はもったいない部分とかもありますし、コンピューターさんが、元人間の声をコンピューターさんが使ってるのか、そういうふうな声に人間が、こう歌ってる可能性もあります。コンピューターが人間のふりするんだ。人間もコンピューターのふりしたるわ。その話は置いといてね。あと、ご喫緊で言うと、女性のね、歴代ベスト100っていうところの欄。69番よりももう少し、上の方に、こう、遡らなきゃならないですけども、若い番号の方が上ですから。で、僕のホームページのことですよ。若い人の方が偉いと。そういうことじゃないですからね。鋼っていう、バンドでね。一応ちょっとね、歌詞的にはちょっと問題あったんですよ。戦関係を、五条原の動向みたいなね。それ、三国志の五条原。五条原かもしれませんけども、読み方。三国志の話じゃ本当薄いから。夏場ペットボトルの水って僕ね、前の日から夜にちゃんと冷蔵庫入れておいて、朝7時ぐらいに、7時前ぐらいかな、7時過ぎかな、家出て、で、淀川の河川の撮影行った時に、もう昼ぐらいには腐ってたんです。12時ぐらいに。それ飲んだらジンマシン出てきてたんですよ。もう今まで何回もジンマシン出てきて、だからね、春秋でも、夕方ぐらいには水腐ってるんですよ。それ分かった時に、中国のね、そもそもあの距離、皆さん歩けます?1日ぐらいだったら歩けるかもしれない。僕もそんなに体鍛えてない体で、1日50キロ歩いたりとかしましたから、本当はレンジャー部隊の人たちで、そのレンジャー部隊のね、その資格を得る時の訓練で、それは、毎日ですよ。毎日1日40キロって山の中を。僕も河川の撮影で山の中ずっとアップダウンしてるから、場所によっては。めっちゃくちゃきついから最後の意識もろうとしてますか。近代の人間がね、そういう体を鍛えたり、栄養事情、まず栄養事情、ちゃんと食料が、ちゃんと栄養事情のね、肉とか、いろんなものがしっかりとした食べ物が食べれる、今の近代社会の人間がしっかりと体を作ってですよ。そういう距離歩いて、もうヘロヘロなってるのに。ヨタヨタになってるのに。あんな距離歩けるわけない。馬なんか連れて行ったら、馬が飯食え言われますよ。馬の食料どんだけ積んでいかなきゃならないか。その辺の草食べさせんの、前進まへんよ。何のために通貨とか頑張って作ったのか。お金払わなかったら、そんなね、急に旅に出て、すいません、今日泊めさせてもらえますか?どこそこから来たんですけども、コンコンってしてね。おじい、そんな、もう知らない人も家に入れませんからって。向こうも怖いから。そんな見たこともない人、ここの辺で。どんな人か分からへんからっていうことね。朝ね、目覚めたら、あれ、あの人おらんよなと思って。ああ、やられた、家の中のお金持っていかれたってあるから、昔は。
戦でそんな何万もの軍勢を引き連れて通った村全部食料1万食も食べられた。片っ端か壊滅させられますよ。曹操とか劉備玄徳とかがいろんな地方行ってね、一回秦の時代に中国統一されたらしいですけども、けどそれも本当はその時代まで、その時代までタイムマシンも作れないとしか、その時代もテレビもなかった、確認ができないでしょ。その時代のこと本当のことなら分かるわけないでしょ、あんな距離。ごめんなさいね。ちょっと後ろのクローゼット閉めときましょうか。僕もちょっとダメだなって今思ったんですけど、あれぐらい自分の服なんて頭は この辺にかけてるものぐらい、もう あれで収まるぐらいでいいからそこからはみ出た人がはみ出し物嘘だと思うんだったら元少年隊の東山さんに聞きに行ったらいい。ジャニーズが倒産するときに散々代表者として出てきて、こうたまにボソってそれだったらこちらがやばいとか言う、こちらが危ないとか、そういうこと僕が言ってんの、僕の心の声との受け答えこういうことにしたらどうですとかこう言ったら、それだったら僕の方がやられるっていう。まあね、もう自社ビルなんかが建ったらもう絶対ああなるから49年前から人口少子化だって言ってるのに、学校からどんどん就職で回してくるでしょ。だんだん経営者もうこんな数絶対倒産するから、どうすればこの蔵を辞めさせれるかってまあだからそこはね、あのクオリティで、あの実際売れるか売れてないか、もうそれも数字ではっきり分かりますから、世の中に必要とされてるかされてないかっていうところでね。だからまあそれはマーケティング力だけでも結構な数字は一応出せるのは出せるんですよ。まあまあそこそこの曲でも。だけどもそれを、まあ超一流の曲としてね、世界中に出して、歌詞としても、曲としても、一級品だと。まあ、いうようなものをね、皆さんで、分け合って、だからまあサルベージに関してはアンラッキーモルフェスさんにしときます。他にもいい曲すごくたくさんありますから、同じぐらいのそのうちなんかだんだん同じような曲聞こえてきて多分ね、あんだけあれだけ出てきたら他の曲、ある程度僕は途中までの曲をアクセスできるようにしてるだけで、もともとベースとなる曲があんまり変わってなくて、歌詞をこういうパターンに変えましたみたいな内容のものが多分混ざってると思いますよ。グレイの皆さんなんてアルバムとある曲ね、完全に前の曲からそのまま歌詞変えた一曲ぐらいいいの話ありましたから。まあこの間ね、あの会心の一撃っていう、グレンダイザー U っていう、まあグレンダイザーっていうロボットが白黒で、ね、出てきてるその動画でね、そこに僕はコメント欄のところに横文字のところの、意味を、まあインターネット程度ですけどね、調べて貼り付けておきました。貼り付けの系じゃないです、あれ見たら分かりますから。え、この言葉フランス語だったの、この言葉何々語だったの。小学生の頃とかみんな見たら全部横文字見たら英語って思うでしょ。アメリカの合衆国時代、もう1700年頃にはもうね、ドイツとかフランスとかイギリスとかスペインとかポルトガルとか、もうロシアも含めてもういろんな国が、イタリアとか、あんな数移民してきたら、もうその国の言葉、どんな会議開いたらいいか分かります。オーケストラ、曲が見当たらない。じゃあ曲はあるんですけど、
歌詞が見当たらへんって。なぜかって言語バラバラやんか最初のもう曲だけでもうこれは本当の話だから。本当に思い出しました。学校とかで習ったでしょ、音楽学校で。僕は義務教育の時に学校の先生に教えてもらいましたよ。いろんな先生が集まってね、とりあえず僕の意見と僕の家計に伝わるお話。母親はね、滋賀県の方の浅井長政の子孫だったんです。浅井とかいて、当時はテレビ局は浅井とか言ってきてるんです。違う、浅井、朝なんかできたら困るから、言葉の力とか神がかり的な力、そういったこと全部分かってから。まあ、もともと僕の母親とか僕の母親の姉とかはその浅井っていう名前でしたから、その母親とかはそのね、あのお姉、そのお姉さん、まあ要するに僕から見たらおばさんですよ、親戚の。だからそういう人たちが浅井っていうことをはっきりと言ってるんだから、もうだからテレビ局は本人たちの家系が浅井だって言ってるんだから、浅井でいいんです。考えは深いぞでこちらは通してる。ケースケ、まあ淡いっていう名前とかも、未来からの時間軸からの声が聞こえてくる話とか、エネルギーのゾンゾン問題とか、バブル崩壊とか、すべて謎解けたんでしょ。その頃僕、バブル崩壊1990年、中学生よ。まだソビエト連邦の頃よ。ソビエト連邦の頃も、その面積のところで1900年の頃のロシアだったんです。ほんと。一回ソ連解体して。ロシアとそれ以外の国に分けたらいろんなことが分かるから、各地方によって言語全然違う。あ、ロシアの政務調査部の国家ね、あんな字読まれ、引き返し帰ってくる。もうそこの土地の人たちにもう任せといたらええって、もうその言語で、通してるところはもう無理やって。もともと政府も嘘マジでテレビとかラジオ放送しようっていろんな国でって、そんな状態やからっていうね、そういうふうな話なんですけども、なぜまあアンラッキーモルフェスさんの方でサルベージっていうことを言ったかって言ったら、以前もこれ僕が高島愛経由で送ったSD カードかミュージックステーションとか音楽番組に出てる時に、言った内容かもしれませんけども、だからバイオリンのジルさんがもともとジルスっていうバンドがあって、そのジルスのバンドの前はデザイアっていうバンドでメジャーデビューされた人たちがいたんですね。ボーカルの人がユキヤさんっていう人で。いや、中和株式会社と。そのタクローって、ユキヤコンコの音楽流しながらね、巡回してたんですよ。だから、それ考えたら、これ、ね、なんでつけたんちゃうかと。だから、そのバンド名がよろしくないっていうことでね、ジルスっていう名前で、そちらの方の曲は、男性の、歴代、ベスト100のところにジルスの、とある曲は入っています。その曲を聴いてみたら分かります。あ、クオリティ高いなって、すごいなと。ただし、あの人たちはデザイアの頃はまあいろんな欲望があると思うんですけども、とにかく最初の出だしがね、すごくこう長い曲ずっとこうピアノの音とかをずっと聞かせてくるんですよ。いつだったら歌始まるんや。あれしたら絶対あかんから、本当にもうダメだから。もうだいぶ言葉砕いてね、今日はもう話してますけども、あの人プレミア12なのに、もう一番最後の決勝戦なのにいいのって、もうどっちが勝ってもいいから。サムライジャパンもある意味もう僕も頑張りすぎたんだと思いますよ。まあ連勝記録はね、今サムライジャパンってもう25連勝か6連勝か7連勝。負けてないんです、ずっと国際戦。
いろんな意味で世界中から恐れられてる。今サッカー界もともと日本ってね、サッカーってもともとフィファランキング60位ぐらいだったんですよ、僕20歳ぐらいの頃。それで40何位ぐらいになって、おーすごいすごいって、もうアジアの国でね、アジアが一番あの人口とか面積広いんですけどもと言っていいと思います。で、まあそのワールドカップで優勝したことないんですよ。いつもあのアジアで初ベスト8まで行ったのが2002年のワールドカップの韓国だったと思うんですよ。記憶自体がいいだったら、まあ、申し訳ないんですけど、それ、ね、なぜそうなるかって、東アジアとか中央アジアとか言われるから、アジアでまとめといてもらった。何がベスト8で何がベスト1なのか分からんようになる。だんだんバレていったらね、世界一の あの話、結局どこが優先権があるかっていう話になっていくとっていう話になるんですけども、まあ、エネルギーの残存量問題から、もともとオリンピックがヨーロッパの貴族の人たちが始めたものであってね、それが1800何十年っていう頃であって14カ国ぐらいで始めてるんですよ。で4回か5回ぐらいオリンピック開いて第一次世界大戦が始まったことにして、白黒の頃からあの映像加工できるんですよ。もうだいぶ前にやめた、有馬警察署のね、ご老体の警察官の人とかね、あとまあまあ隣にいる人たちとかも、そこそこの、まあ、年配の人たちとかがね、こう4人ぐらいね、こうテレビを見ながらね、自分たちの意見を言うっていう映像がね、僕の家のテレビ、もう 10年ぐらい前かな、もっと前かもしれない。テレビでこう流れてきて、裁判所経由で、最初は裁判所の人をね、弁護士ですけどもとか、何かそういうような話から始まってね、ちゃんと声が聞こえて、いろんな映像が流れてきてたんですけども、そこでね、ボソッと言ってるんですよ。ボソッ一人はボソッと言って、一人ははっきり言ってるんですよ。白黒の頃から映像加工あるって先生も映画を作っとっただけやねその方向性だと話噛み合うんですよ。っていうのは、その後あのウラン鉱とかから原子力発電とか、そういうものを考え出せるだとか作れるだとか、そういう話になって、そこで勢いづいて借金まみれになったオリンピックの貴族の者たち、またオリンピック再開して、その元は政府でした。どうしようもないでしょ、本当にこの話。で、まあもう笑えないのは、結局石川県の能登半島の地震に関しては、新潟で、採掘してる石油、まあこれはもう何回も言ってるから、皆さん、ご存知かと思いますけど、60年ぐらい前に、震度6の地震があって、2006年か8年にも震度6の地震が新潟県であって、で輸送はずっと広がってるから、隣の能登半島でも地震が発生したと。もうそれだけの話なんですよ、掘りすぎて長く空洞化してね。で世界中のそのまあもうこの話はやめときましょうわ。空洞が200億トン分ぐらい毎年出来上がってるっていう話ね、採掘で金属とか全部ですよ、石炭とか。そういうことを全てひっくるめて、まあ鋼さんの曲に関しては何がまずいかって言ったら、その血生臭いとか、なんかそんなワードがあった。いやだから、まあ三国志の戦の五条原の戦いか何か、そういうようなところ、動向みたいなところ、一応まああれも三国志演技として元々小説で売られてたんです。元々の話、漫画の話でも途中で曹操と劉備玄徳はちゃんと会談していて、最初の方にちゃんと言ってるんですよ。この世の中を治めるのは曹操、あなたたちの方がふさわしいっていうこと言ってるんですよ。それはなぜかって言ったら、劉備玄徳ももともと皇帝の血を引く家系の人だったんですよ。もう嫌気させた方がもし、あの中国の左下の方のところにね、劉璋っていう、その劉備さん、まあ劉一族の方のね、人がいて、まあ、そっちの方とは僕は話つけてきますからと。曹操の家系の人たちは北部の方とかね、一体を、なんとかしてくださいと。でそこであとは呉の孫権の人たちとかと
まあ、孫権さんたちで、孫権の人たちでね、これで分かってくるでしょ、孫子の兵法書って、百戦危うからずって、最初から戦争なんかせんかったね。歩き出したら分かるから、100キロも歩かんうちにもう帰りたくなるから、100キロ行こうと思ったら絶対2日目か3日目になってるから、あかん、もうこんなん無理や、もう俺も足あかんかい、あの距離もう今から戻らなあかんので、これ引き返すんだったら今のうちですよって、帰ったら帰ったら、帰る時の通ってきた村でまた食料くれって言ったら、またもう都に移民させなあかん、もうね、もう本当に世の中嘘ばっかりで嫌なこと多いですけど、まあまあそのまあジルさんに関しては、そのジルスっていうバンドの、家系の人なんじゃないかなと僕は思ってるんですよ。まあそれはちょっとわからない、ご本人じゃないと一向に話し合わないところを見るともしかしたらそちらから声をかけてきたのかもしれない。だけどもう僕も対象者多すぎて、顔も結構ジルさん変わってる時変わってるし、メイクもしてたでしょ最初。もうみんなずっと実名で普通にテレビ出てても、髪型変えただけでみんな分かってくれへんから、もうそれはほんと、まあまあその辺の曲をまあみんなで、ある程度分割して、まあ演奏がそのできない人たちに曲回して、もうとそのこの神戸であったから、もう僕も後からしたを、そのアンラッキーモルフェーズさんのライブをね、ライブ見に行くのって25年以上ぶりなんですよ。で見に行って、神戸でしてるから、交通にで、そのライブ見た後、今度インターネットでグレイのテルさんがいつの間にか神戸で即興みたいな形で告知なしで神戸で、ライブをいきなり開いたらしいんです。その日当日告知して7000人集まったって言われてるんですけども、いやそれはもう現場見に行かな分からない、知らないんですよ、嘘まじりだから。ファンクラブには前から言ってあるから、そういうことかもしれませんけども無料ライブ、もう神戸のどこでしたかも僕知らないんですけども、あ、そうそう、だからね、ちょっとね、ここの中にも証拠があったかな。アンラッキーモルフェイスさんのそのライブを見に行った時もね、証拠これ絶対しちゃダメなこと、公正取引委員会とかがあるから、ちょっと見えづらいと思うんですけども、当日券6000円プラスワンドリンク600円でこれ書かれてるんですけども、ちょっとね、ピント合うかな、ピントの問題なんですけどね、まあ、整理番号502番なんで、あとまあ2階席もあるみたいだったんですけども、600人空いてないんじゃないですか分かんないですけど700人いましたよ、分かんないですよ僕も、どうなってたか。で、あとはこれ当日限りっていうドリンクチケットって、これ絶対いつものレッドブルこっから海外勢負けますか、いつもエネルギーの存在の問題を分かっていないっていう話をされてね、で地元の、販売してるそのここもね分かっていないっていうことでね、まあ、昔は神戸チキンジョージって、リル・アングレイさんがライブした時は、1000円だったんですよ入場料リル・アングレイ
その頃まだ荒れてた時代、あの照明器具とかあるでしょ、ボーカルの伊藤京さんがね、登り始め、京なだけに京にの上京する照明器具登り始め僕らどちらかというとあの同性だから、あとまあお金の具合とかでね、まあまあ入れたらいいやみたいな形でね、ある意味前の方行き過ぎた、こう後ろからこう押されたりしたら危険な事故って昔からいっぱいあるから、本当にあのパンパンにあの詰まって入ってる時な、もうちょっと後ろの方から見るぐらいがちょうどいいっていうことを知ってるから、なあの後ろの方から見ていて、で京さんがこうマイクを片手にこう捕まってね、まあ、一応 足をかけておいて、でこうやって「お前ら登ってこいよ!」とか言って言い始めて、そしたら地獄に行ったら下がってる雲の糸に群がる猛者のよ、前列の女性陣とか登り始めて、登ってる時の姿とか見た、もう貞子にしか見えへんから、それぐらいの頃ああいうふうな映画だった。きっと来る、登ってくる。さあこの話今深掘りしましょうか。あれ井戸に落ちたでしょ。まあ知ってる人は知ってるし、まあまあ多分あなたたちの年齢だったら知らないかもしれませんけども。井戸に落ちていってね、その後幽霊化してこう出てきているんですけど、じゃあだから雨降った時に井戸の水位が上がってくるかとか、井戸からになってたらどうする。昔合わない人間がね、その売春防止法が出来上がったのが1956年だったから、押したら押したらいいとか、あそうそう、これ大サーチャーマジだから、あのライブの時のこと言っておきます。フキさんがね、大成功のところを僕ね、あの一緒にこう言おうと一応したんですよ、まあ、ここへ程度ですけど、あんまりここは本当に いろんなこと込みでね、いやいやエアコンこんなもんつけられて11月の中旬これ大成功出てええんかなって。そしたら成功ぐらいしか言えなかったんですよ。しかも頭の中で、変な文字の方の成功がよい、そこのライブハウス何かあった方かもしれない、本当にかもしれないし、ボーカルのフッキさんが髪の毛ドキンパツ、それエロ業界の象徴だから、もう髪の毛剃っちゃダメだよっていうこと僕言ってるのに、シレン君に言ったでしょ。それともシレン君も髪型変わってるし、顔ももしか違う人かもしれないから、違う人に変わってます。だからそれがあるから、だから曲に関してもあの一応もちゃんと演奏できる人じゃなくてライブ開けないから、ライブ中に言ったの、すごいすごい、ちゃんと音出とうって、全部ちゃんと完全に音しっかり出てるって、 CD 通りに言って、 CD 聞いたこともないくせに YouTube なんだけども、そこもう僕も CD 世代だから CD って言っちゃうの、言うときは音ちゃんと出てるって原曲通りって言って、でそれ昔の人はね、あの音声機器とかいろんなものが詳しくなかったりとか、自分たちでどうこうしようとして、ハウリングとかよくあったんですよ、こうキーンってなったりとか、だからあの後ろの方、このライブ会場のところのあの帰りね見ましたけども、後ろの方にあのミキサーっていう言い方で合ってます、音響さんの扱うあのこんなこういっぱいいろんな上げ下げするのがいっぱいあって、いろんな分からやん。じゃあ僕結婚式場あれに関しては一回音響さんが使った後、もう絶対これ動かしちゃダメよって、いろんな従業員、人材派遣会社で物事動かしてるから、誰か来た時に何か言われた時にこうちょっと動かしてしまったとか、いや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 、こう言われたんですけどもとか言って、それあるから本当に、そうしてしまった後僕らわからないんですよ、扱い方が。すぐにキーンってなるっていう鍵とかね、あのまあまあ2000年前後の頃は全然珍しくなかったんですよ。だからそれ含めてね、あの音がしっかりと出てるっていうところは良いところなんですけども、このワンドリンク、これはダメ本当に、お客さんに選択権あるから、公正取引委員会、本当に公正性にひどくかける。
強制的に物を、抱き合わせ販売しちゃダメなんですよ。抱き合わせっていう言い方で、その一緒にワンセットでお客様がこう、これ本当はこの600円返金しなきゃなんない、本当に。それ昔させたか、本当に阪神淡路大震災の後、その淡井さんがブレイクアウト祭りで1998年ですよ、乗り込んでくるっていうのが知れ渡った時に、向こうのその人を動かしたら本当に刑を使う人を全部動くから内閣が動かしてきよ、もうその人海外と話つけとどれだけそういうところをきちっとしてきたかによって海外への販売網を広げさせてもらうかどうか、どちらがどう有利な交渉をさせてもらえるかどうかこれはあるんですよ。これありにしておかなかったら、その国がね、ちゃんとしっかりした、正常化された国っていうことになかなかならなくなるから。だから、エネルギーの残存の問題を考えたら、さっきもそこまで言っていいんか言ってたんですけども、レッドブル、翼を授けるちゃうやろ、ちゃんとバイオエタン余ってるんだから、バイオエタノール使わなきゃあかんでしょっていうことでね、叱られたりするんですけども、そのガソリン作って、使って、船に乗せて、ごめん、2回も言い間違えて、昔もそう、ライブの話したとき、2回言い間違える話されてるから、そいつの神かかり的な力残ってるのか、エシロンかどちらか。絶対2回言ってしまう。いつも僕そう。で、エネルギー消費してね、こんなどうでもいいよ。送りつけてくんなーっていうことね。こちらの方で、どれだけ高性なものなのか、ちょっと調整させてもらうとか、こういう曲をどうこうみたいなところでね、販売もどうこうみたいな形とか。これぐらいはじゃあ言わせてもらいますよって、日本のアニメ業界そちらのテレビ局でって、ハイクオリティな番組をどうとか、ハイクオリティな映画をとか、ハイクオリティな、でもそれほとんどあんまり言い過ぎとマインドコントロールになるんですけどちゃんと僕の場合は作品にちゃんとエネルギー残存量問題込みでの水面下の話プラス面白い話も同時についてきてるエネルギーの残存量問題とかね、急にされたらね、もう泣く子は泣いちゃいますから、本当に。もう自分が大人になった時は、もう食料の奪い合いで野垂れ死にするんかと。僕も本当は子供の頃泣いてますから、その話、いきなり教えられて。で、地震が発生してるから、どちらにしても、良い世の中じゃないっていうことをね、言われた時に、泣いていたと。もうそこからスタートラインだと。そこが心の強さだと。そこはどういうふうに世の中を変えていけばいいのかっていうことを正してきた人間が一番すごい人だっていう話になってるんですよ。だから僕の場合はプロ野球業界でもね、自分の頭の中を渡してあげたりとかして、大谷翔平選手もホームランになったり、ホームランを取ったりだとか、昔はバリー・ボンズさん、あれ2カ国のせいですよ。アメリカプラス僕。で、あの人のバリー・ボンズさんのホームランの数知ってます ?73 本。あれね。あの人がヒット打った時の半分近くはホームランなんですよ。だいたいあの人はバット打ったらヒットゾーンにボール飛んでいったら。わかります？どんな世界か。で、あの人足速いから、もともと足速い人じゃなかったら、ピッチャーも歩かせるでしょ？足遅い人だと。その後ダブルプレー取りやすいから。で、盗塁結構するんですよ、バリー・ボンズさん。かなりしますよ、盗塁。盗塁王の方向でも進めても、盗塁王になっててもおかしくない、いい人と言いたいところなんですけど、メジャーリーグって世界中からいろんな人集まってくるから、極端に足速い人とかいるんですよ。年間一人でね、あれ、80盗塁した人いませんでしたっけ ?80 盗塁ぐらい、その前後。絶対陸上選手連れてきとうとか、なんか多分そんな人。もう上半身意図的に鍛えないで、下半身だけ鍛えといて、足腰だけ。そしたら上の方筋肉ついてないから、上が軽いんですよ。その理論知ってるんですよ、僕も。塁間距離ってあれ本当に精密に作られていて、ピッチャーと、キャッチャーの間が 18.44 かな。で、ホームから1塁までの間が 18.44
86ちゃう68、まあまあ なぜそれぐらい19メートルないんですよ。でその微妙な数字にしてるのはなぜかっていうと、本当に肩を鍛えてるキャッチャーでちゃんとね、キャッチしやすいところからさっと投げたら絶対アウトにできるような距離なんですよ。だからその辺のところで、ピッチャー、まあ、要するにバッターと、まあ、キャッチャー含めてバッテリー含めてのこの三角関係で、ね、だからそれで打率3割になれるかどうかのところなんですよ。3割超えたらすごいバッターなんですよ。ほとんどの人メジャーリーグでも3割以上超えてる人いないんですよ。でそれ僕は硬い都市のシーズンだったら、硬い人のシーズンだったら各球団どこ見てもなかなか3割バッターいないんですよ。このチームも1人も3割バッターいないのって。本当に本当に守備の方にすごく傾斜するから、本当に硬い人の時は。だから、日本のプロ野球界も影響を受けてます。そういう部分で。だから、なかなか3割を超えてる人を今シーズンもいなかったと思うんですよ。まあ、だから、まあ、そういうふうなところでも歌詞とか、新しく自分たちで曲作りたいとか、まあ、そういうふうなところで、そういうふうのを元にして、例えば、グレイの皆さんにはダイヤのエースっていう漫画の、アニメ化された時に、その、まあ、漫画を借りに行った時にね、ダイヤのエースが、あ、これいいなと、野球に、その、打ち込む中での、その、真剣さとか、その真面目さだとか、まあ、他にも失敗だとか、そういった部分での悔し涙だとか、そこで悔し涙を流した先輩のその後をね、自分たちでって、それを今度は自分たちが達成するんだっていう、何度でもチャレンジしていくっていう、そういう精神、まあそういうような漫画だったから、あとまあ技術的なところとかもね、しっかり説明できていてね、面白いし、まあちょっと高校生でそれはプロでもなかなかできないことっていう、ショートのね、ショートゴロ、サード方向への、それ取った後、その距離から、それゲッツー無理だっていう打球ってあるんですよ。で、そこをね、右手が利き手の方のショートの子でね、そのまますでにボールキャッチして、このままこう、後ろ見ないでセカンドにトスして、もういちいちこう、グローブで取って、こう握り直して、こう振り向いて投げてたら間に合わないから、右手でそのまま素手で掴んで、セカンドへバックトスして、しかも正確、もう、ベースカバーに入ったセカンドがすごく取りやすい位置。だからこんなところとか、こんなところとか、こんなところとか取られた、取ったところから、この下だったらそこからこう拾って上に上げてこう投げなきゃならないか、この動作で 0. 何秒、0. 何秒もあったら、もう塁間の距離、もう人間数メートル先進んじゃいますから。だから最速の動きを全部の答えで。だから打った瞬間、その瞬間、ヒットになったか、もしくは、月崩れ、みたいな形で、サードにもそのシーンランナーいたかな。ワンアウトだったら月崩れで1点入る場面。だけども、それを月でね、収めてしまうっていうすごいシーンがあるんですけども、あのチームから得点取れんのっていう、あんなこと言おうできひんよって。プロでもしてないの。まあまあ、そういうようなね、漫画だったから、あとは、僕は天気、うんぬんとかいろいろあるでしょ、台風消滅とか。で、だから、まあ、題名も、空が青空であるためにだとか、まあまあ、3曲は作ってたと思うんですよ。ダイヤのエース。4曲ありましたっけ。だから、まあまあ、そのうち3曲は絶対、良い曲ですね。歴代ベスト100に入ります。いろんなことを知れば知るほど。なんかまあ、そういうようなところ込みで、ただその AI のね、極端に、なんかまあまあ、コメント欄見たら最初の方、へそちょんとか書いてるようなやったら、なんやろ、この人たちっていう、この作りの人、本当大丈夫かなって。わかんない。その人の動画に関しては、日本語と間にずっと英語を入れてくる。で、それはもう日本語は日本語で、英語は英語で、英語の字幕をつけてあげるとかね、中国語の字幕をつけてあげるとか、まあ中国だと、まあ対象者の人たちが多いですから、一つの、まあ中国語、2種類あるらしいんですよ。中国語今でも。
大幅に分けて。で、まあどちらの文字の方がいいのか僕もちょっとわからないですけども、それはもう先にルナシーとか皆さんの曲とかで字幕、中国語の字幕がついてるものがあると思うんですけれども、そちらの方だと思いますよ。もうそこ、商業権利云々が絶対ありますから民間企業には。だからまあまあ対象者が多い方の、まあ文字で、字幕つけてるはずです。まあそういう風な形でね、歌っていただいたらいいと思います。英語のところだから和訳にして、で、あとは、もともと日本語だったところを、英語に変えると。まあそういう風な、字幕の作り方で、対応していただけたらなと思います。まああとは思いつくところといったら中国語なんですけど、それ以上の言語を記載したら、もうどうなるかわかるでしょ。マジで。バンドのメンバー全然わからない。絶対言われますよ、アンラッキーモルゲンさん。あそこバンドのメンバーチェンジいっぱいしてるから。もう顔なんか見えんかったもええんちゃうか。言われちゃうから、最後、お客さんにそういうふうな投げやりなことをね、言われないように。まあ、していただけたらなと思います。山本さやかさんの曲も、良い曲、一曲、歴代ベスト100に入る曲、一曲ありました。で、まあ、一応、その、たくさん、曲数上げてますけども、もう自分のもう曲数分かってないんですよ。特に男性のところ数多いから。絶対数オーバーしてると思うんですけども、100曲以上。だからもう、その辺のところはね、最後100位は、同率100位で、認めますっていうような内容をね、記載してるんですけども、まあ、聞く人が聞いたら、君は何様のつもりだって思うかもしれませんけども、台風消滅してるものですっていうことなんで、最後もうそれしかない。第二次世界大戦も嘘の可能性が非常に高いからよく考えたら、いやだからミッドウェーの海戦とかをね、アメリカと総力戦したんでしょ。しかも、もともとの設定がね、日本の方が海軍の数、たくさん船揃えてたんですよ、最初。まあ、ちょっと上回る程度ですよ。さすがに 1.5 倍とかじゃないですよ。1.2 倍とか。それぐらいでなんですけども、その総力戦をしたっていう話だったでしょ。で、沖縄で、上陸仕掛けてきて、沖縄が占領されて、今度そこを拠点にして、今度南の九州の方から制圧されていって、で、本州の方、空爆されて、まあ、もともと九州とかも空爆されてっていう話になってますけども、そんなものすごい被害出たらね、助けられる側と、助けようとする側の人の比率が全然違うから、そこからの復興なんかもう絶対無理だと思います。どう考えても。第二次世界大戦もあったの、日本では1948年っていうことになってるけど、あれ第1回目の東京オリンピック、1964年に始まってるぞって。家の復興とか、水道管とか復興させる方が先でしょって、電線はその頃からあるよって。やられた第二次世界大戦も嘘やったって。ああ8月9日生まれで原爆投下の日ってまるで僕は嘘言ってきたみたいやんって、これでバブル崩壊とかそんなことにしてたのって、あとからもうどれだけ腹立ったか本当に。なちょっとね、戦争に関するニュースはもうだいぶ嘘まじりだから、ちょっともうそこは今の話しっかり聞いてね、今後の教訓として僕も何回かいろいろ考え込むと、いや沖縄まで米軍の基地見に行ってしまった方だから本当にあったから、あれ多分ね、そうじゃなくて日米野球で日本とアメリカってもともと仲良かったんですよ、第一次世界大戦の頃から。だから日本とアメリカで組んでいろんなところで資源の採掘をしていて、いろんな地震とか発生してお亡くなりになったりしてるでしょ。それを戦争のせいにしてたって、それ昔からなんですよ、戦国時代の話って。あれ戦したんじゃなくて資源、昔から穴掘ってるから、穴掘って金属とかの採掘を、斧を作るのに金属を採掘しなきゃならないから、昔からですよ。京都も昔から、平安時代の頃から地震がたくさん発生しています。だから都がこう移動していった時に、その都があるところでたくさん地震が発生してるんですよ。だから昔は天皇、もうこれ天皇、今の天皇陛下である
成人様から、実際あってね、僕は二十歳ぐらいの頃、まだ10代の頃だったと思う、神戸市立ホテルフルーツアパークの、アニマ特別室かロコ特別室かの どちらかの方でね、まあ、菊の間の前まで行ったら分かるんですよ、その向かって左手の方の部屋、そこで、僕はね担当で、料理出していて、当時皇太子殿下だった頃にでいろいろ話をしていて、まあ、そこから各天皇家の人たちとかが、まあ、いろいろ来るようになったりだとか、正式な正装でね、正装で現れた時っていうのは正式な会見ですから、正式な公務だったりしますから、それで世界中の政府上層部の人たちとか日本の政府上層部の人間とかが来て、もう内閣とかね、総理とかそういう人たちで、今後そういうふうな立場になっていく者たちだとか、だから、そういうふうな形で会っていた頃から、その昔から言われてるんですよ、都ができたらそこは地震が発生するって、あの人たちが来たからだっていうことをね、昔からこれ言われているから、だからその話を聞いたときに、全体的に何をしなければならないかって、それはもちろん政府に責任ありますよ。天皇家の人たちにも。だけども一般消費者の人たちにも責任があるっていうことになるんですよ。本当はみんな学校教育で習ってるから。エネルギーの残存の問題だっていうこと。忘れてるだけ。石炭の一斉崩落みんな覚えてるはずって。今忘れてるだけで、もういずれ思い出すからって、学校の授業で、ああ、そうや、教わってるわって。教科書が、テレビ用の教科書と、普通の正しい精子と2つあったんですよ。で、生徒に選ばせていた。これが実態。だから、戦争のね、部分に関しては、だから UO がこう戦争で、だけども WOW って書いてグレイの皆さんは UO ってこう言ってるじゃないですか、あれワウワウのこと、アメリカが次の戦争を仕掛けてきたふりをしてる、日本と仲良く資源の採掘して世界中から叱られてたんでしょ、証拠にもなく戦闘機とかずっと開発してたのがアメリカで、で、その方向性でいくとですよ、戦争の話をもうどう考えても絶対そう、戦争フェイクニュースだって、そうじゃなかったら広島のあの原爆を投下されたなんとかドームってあるでしょ、上の方だけ鉄骨が見えてるでしょ、下の方もあれ、これ補修してそうなったんでしたっけ、なんなのあれ、どうもどうもって。もしかして、アメリカとまだ、今度はプロ野球業界の開発が進んで、東京ドーム作っちゃったって言わないし、っていう。エアコンの使いすぎ。電気代だけで1年間1億円軽く突破してるから。エネルギー使いすぎ、本当に。だから一番強烈なことを僕は言ってた時は、プロ野球選手とかオリンピック選手とかに、もうそこは商業原理ありで、ちゃんと売り上げないところは潰れなきゃならないっていう、倒産の原理。それで、スポーツ業界を縮小しなきゃなんないって。エネルギーの消耗が激しすぎるからって。もちろん車もそうだから、まあ、車も、やっとね、こう近年、安倍さんに、任期一番長い総理になってもらう方向で、もう僕から言い出したんですよ、各党の人たちに。で、もう全ての党から了解をもらって、で、安倍さんが任期一番長い総理として世界中飛び回って、で、ガソリン車の生産停止で話し合わせたんですよ。2035年で、もうそのイギリスの方からちょっともうちょっとまともな意見か、もう僕の方が言ったかもしれないですけども、2030年の方がいいっていう話でね、もしかしたら早めれたら2030年に設定変更できる可能性があるんですよ、ガソリン車の生産停止。東京の方はもう販売も停止ですから、中古車も売らないんですよ、本当に、2030年には。もうこれ決定事項ですから。まあ、そういうようなことも含めてね、まあ、スポーツ業界の件を歌詞にしてみたりだとか、その、まあ、エネルギーの残存問題をね、歌詞にしてもらっても、まあ、いいんじゃないかなと思います。これはもう、バンプ・オブ・チキンさんもそうなんですけども、まあ、ラッド・ウィンプさんだとか、まあ、僕ともともと関係がある程度あるところとか、まあ、そういった方たちに、このメッセージは出します。あとはそこは、エネルギーの残存問題に関しては僕はいろんなことを言ってきましたから、
エレベーターの電気代だとか、いろんなことが出てきました。だから人によって書く歌詞は全然変わってきますと。だから誰がどういうような歌詞を書くのか見てみたいし、どういうような曲を作るのかっていうところ、まあ、どういうような曲が良い曲として、僕はセレクトしてるかっていうところをベスト100のところで、見てもらったらもう皆さん分かると思います。曲のタイプは違えど、まあ、それぞれ、良い曲としての、味があると言いますか。これは違う味がする。レッドブル翼を授ける。まあ、プレミア12とかでね、僕はいろいろ言ってる、国会議員の人たちとかね、そのスポーツ局が、あの動画見たもん、笑い止まらんようになる。昔何って言われた。レッドブルがもう、冥王ハーデスでええんちゃうかって、セイントセイヤの話だった。エネルギーの残存問題、月1回行き始めたら次火星行こうって言い始めるでしょ、 NASA の人たちとか。こいつら何悠長にこんなにロケット打ち上げてもね、エネルギーの残存問題だって言ってんのにって、ほらみんな大学行って賢くなってるように見えるでしょ、あんなすごいものを作ってるからって。それしてるから結局台無しなんだよっていうようなこと。賢くないんだよ君たちの知ることはって、なんで君たちの方が賞与をもらえて退職金までもらえてるのかどうか僕も分かんない。もそれで差し押さえられてるかもしれない、退職金。賞与はもう違うと思う、完全にもうはっきり分かってるから。もうフルーツラパークでそれ本当は決着ついてるから、僕は20歳ぐらいの頃に世界中の政府上層部集まってるから、そこでもう全員答え一致で意見合わせた以上、もうそこからの脱落はもう認められない。で、その次もうガンダムでこの間水星の魔女とか言ってないでしょ、決闘とかしてないでしょ。遠ざかれば遠ざかるほど、だからエネルギーを消費しなかったら遠いところには行けないから、だから決闘なんかしても、僕もこれものすごい悩んだんですよ。決闘に関する禁止のね、法律があるんですよ。昔は決闘が認められてたんですよ、法律で。おかしな話でしょ。そんなめちゃくちゃな話に何もめちゃくちゃしないと本当めちゃくちゃやなって思ってたんですけども、よく考えるとボクシングとか K1 とか総合格闘技とか、なんでプロレスラーの人たちとかってああいう風にね、パッと見で分かるようにこうクタクタになってるふりして、技かけられてやられてるふりして、こうロープにこう走らされたんだ。ちゃんと走ってロープに弾き飛ばされて、ちゃんと帰ってくるでしょ。走って本当に体力ないとき走っていかれへんから、こうバンってこうやられたらそのまま倒れるから、本当あれ不利なの、工業なの、決闘しちゃダメだから、できねえじゃないとダメなの、格闘技業界よ。そこへややこしいのがオリンピック、オリンピックのスポーツ振興とか、その中でオリンピックの競技の中に格闘技を入れてしまったから、また格闘技があっていう、これも僕が二十歳ぐらいの頃から一時期悩んで、もうええわってなってしまった話。ちゃんとクロアチアの代表のちゃんと自分は警察官ですって出てきてる、ミルコ・クロコップって、ちゃんとさすがにコップは警察官って知ってるでしょ。まあ、グラスみたいなのをコップとか言ったりとかもします。僕も分かんない、漢字の辞典とかに載ってるからといって、辞書に載ってるからといって、その言葉が本当にその通りの意味かっていうと、そうじゃない時あるから、本当その国に行って、その昔からの本当の話を知ってる人じゃなかったら、なぜそんな言葉が出来上がったのか、分からないっていう結論に行き着いてるんですよ、昔も。だから、ミロコ・クロコップなんか、ミロコ・クロコップさんなんかはね、ミルコまでは普通の名前だと思いますよね。その後、クロコップ、なんか黒い警察官だとか。すごい強かったですけどね、あの人も。正直に言った方だと思います。警察官のルール、認めることっていうこと。まあ僕さ、急に本当のこのテレビを放送し始めたことあったんですよ。ミルコ・クロコップさんがね、急に、いや本当は我々の国は戦争なんかしてないから
自分の母国語で喋っていて字幕で戦争しないっていう、字幕を見せられるでしょ。テレビのフェイクニュースの戦争で犯された人たちは、もうそれ見たら、まだ嘘の字幕つけとって、本当は戦争してるって思ってこう。戦争経験あってきたんでしょとか、それありで買ってたんでしょみたいな形になるんでしょ。それだったら、みんな心を壊す。負けなあかんや。優しいダウンの奪い方っていうのは、いいパンチが当たった時に、それ以上危険なことにならないように、骨折とかね、骨折れたりとか、大怪我しないうちに、そのまま頭の中とで、足の力とか、他のスポーツ業界に回しといたらええって、もうその方がええって、もう、ある程度ダメージ蓄積されたら、僕の王の話も、フック師匠の話も通用しないですから、日本人選手の試合で何回も試しますから。もうだいぶもう、いいパンチ入れられてね、何回かダウンしていて、もうそんなフラフラな状態でね、フックしようと王の話で供給しちゃもう無理なものは無理だから、もう見た目でわかるから。もういくら僕でも、そんなね、オリンピックの金メダリストのね、現役の柔道家の人にその辺の小学生連れてきて、しかも柔道したことない小学生連れてきて、頭なんか教育してその小学生からせれるかって、こっちが干からびるから。まあというわけで、今後皆さん、このワンドリンク制絶対ダメよ。行くとき行くから、家宅捜査がまず事務所から、うどん音楽じゃ。本当は受けたことあったでしょ、ウードさんのところも1回は。1回ぐらいあったでしょ、違いました。大抵はとか本当はあるんですよ。それで。で、正しい教育をされて。で、こういうものをね、主催者側が決めれることだからっていうことでね。もう話通ってるんですよ。なあ、正しい、各ライブスタジアムのね、ライブスタジアムじゃない。グレイの皆さんとか、ビーズの皆さんとかと仲良くなって、昔はルラシーの皆さんとか、仲良くなってたから、実際一緒に働いたりとかして、そういう大きな会場ばっかり見てるから、ライブスタジアムって、自然現象で言ってしまうんですけど、まあ、そういうところにもね、責任はありますからね。本当プロ野球選手に何回も言ってるんですけどね、優勝した後絶対ビールかけしちゃダメよって言ってるのに全然言うこと聞かへんから。世界で一番ヒット打ったのはイチローさん、メジャーリーグの記録じゃない、プロ野球人としてヒットを誰が一番打ったかで世界ナンバーワンが決まるんです。メジャーリーグだけじゃ無理、日本のヒットの数とアメリカのヒットの数で世界ナンバーワンはイチローさんなんですよ。イチローさんはなぜそうなれたかって言ったら、オリックスが昔、まだオリックスバファローズの前、オリックスの時にビールかけをした時に、もう僕らのいろんな話をね、聞いた時に、本当の法律の話とかいろんなことを聞いた時に、もう叱ってくださいっていう約束でね、僕、イチローさんと野球してたんですよ。で、そのイチローさんがね、その優勝した後、お前ら本当にやめなあかんやろって、あいつめちゃめちゃ怒ったやろって言って、もう本当、イチローさんの方がどちらかというとまだその頃20代だから中堅どころになれたからどうかなぐらいなんですよ。その立場で自分より年上で、でもともと警察官してるとかいろいろあるでしょ、もしかしたら上官も混ざってるかもしれない。それでもうどないながらもうバーンって言って本当にしてる辞めさせていって、それできたから、そこまでしっかりした人だったらアメリカ行っても大丈夫っていうことでアメリカ行って、でそれで世界ナンバーワンの人の数売ってるんですよ。それだけ強い人だったら大丈夫だっていうことで、精神的にですよ。だからまず先に知識がないと、間違えた方向で、その精神的に強いだけだったら間違えた方向で頑張り始めるから、だからもう大失敗するんですけども、だそうじゃなくて、いろんなことを先に知識を身につけて、でそれから、結果を出すと。
まあ、こういうような、形にしていただけたらなと思います。まあまあまあ、また、サルベージ以外の曲で、各自の人生は各自しかわからないから、自分たちに合った曲でね、一回、その3つのグループで一回、集まって、まあまあ、山本さやかさんはソロだから話つけやすいでしょうけど、じゃあこれグループで。グループの方は今度グループ内で相談始めるか。会議が長くなった。各自の自分の人生とかいろんなものを出し合ってね、ちょっとこの曲の歌詞は自分たちの人生に当てはまってるだとか、そういうようなところでね、歌詞選んでもらって、まあ大体みんな似てくるんですけどね。最初からテレビにこんなに騙されたら、プラス学校の教科書、プラス政府ですもん。こんなもん騙されない人間なんかいないから、絶対に。バトルシップも、映画の方ね、2012年のバトルシップ。あの内容も僕からの提案。その、怒りを下ろして急にターンするっていうね、本当に、映画の話、映画やんなんて、本当にせえへんやろって、そんな大会開かんといて。まあそういう風な話からでね、あのバトルシップの名シーン、敵の、威力のあるエイリアンからの、砲撃と言っていい、バグみたいなね、砲撃、昔のバグはラフレシアっていう F91 っていうガンダムの、あれから出てきてるんですが、そのバグで人を殺せる、バグが人を殺すっていうような形のね、まあバグっていう扱いにしてるんですけども、まあそれに似たようなものをね、放出してくるんですけども、それをかわすときに、バトルシップ、要するに戦艦がね、急に怒りを下ろすって、あれ僕のアイディアなんですよ。どうすれば緊急回避、船ができるかっていうの。あれ、中に乗ってる乗り込み全員吹っ飛びますよ。原子力空母でね。いや、それね、作り方によってこう、ギア比とかで、作ろうと思えばできるんですよ。だいぶ前か。僕は高校生の頃から。作ろうと思えば作るんですけども、それしたら、もう中の乗り込みが全員織田仏になるか。時速200キロで走る。緊急災害。すぐ行かなか。走とか。もうやめとけやめとけ、本当に作るやつは作るから。サウジアラビアの方なんか、本当はサウジアラビアかどうか分かんないですよ、砂漠を走ってるね、アラブの王様みたいな、こうだ、まあ本当は王様じゃないと思う、普通の人たちもみんなあれ着てるけども、あの全身のあの関東衣、真っ白のあれ着てる人がサッカーボールね、住居のような車を作って、大きなもの、それで砂漠走り回って遊んでたんですよ。それ見ても、エネルギーの残存量問題や言うとやろみたいな形、急に総理日本の総理大臣に相談してるんじゃなくて、英語で謝ってるだけ。まあ天の轟きでね、雷に直撃するよりもマシですよ、本当に。稲妻は稲と妻と書いて稲妻なんです。早い人、稲妻が走ってすごいスピードでね、ちゃんと安定した速度でこう買っていってね、速いスピードで仕事を終わらせていた農家さんの人が、その稲妻だったんですよ、女性の人ね。もちろん嫁さんというか奥さんというか、そういう人、そこの農家の人にとってですよ。だからワンピースマンの女性か男性かよく分からないキャラクターが出てきたでしょ、頂上決戦の時。稲妻、一応ちゃんと切るように、ハサミでも本当は切りやすいっていうことを教えといたい。僕はこの辺のニュアンスを試したから、今年もう一回、もう一度思い出しました。ノコギリとちょっと太いのは、であとは普通の草とかハサミの方が切りやすい、簡単。
あんな電動のガソリン使ってね、まあんな草刈りじゃダメですよ。笑われますよ、諸外国に。本当、あの国どうせ頭悪いわってエネルギーの存在のもので分かってんわって言われるときは水面下で言われてるから本当に。ということで、まあ、よかったら、その3つのバンドで集まってね、ちょうどいいんじゃないですか。まあ、先輩後輩みたいな形で、ある程度年齢の、まあ、アンラッキーモルフィスさんと、まあ、それに次ぐ年齢層の岩本さやかさんと、新しい世代の人ですよね、鋼さんって。僕も、もう分かんないから、誰がなんすウキペディア見ても分かんないから、それは本当の情報かどうか分からないから、僕も。そういう意味を込めてね、皆さんたちでね、いろいろと選んでいただいたらいいんじゃないかなと思います。ただし、鋼の皆さんには、まあまあ、他の皆さんも聞いてるか分かってると思いますけども、所得税の控除で家建てますんで、早くね、結婚する方が先ですよ。そうしなかったら、結局税金とかで持っていかれるだけですから。もう何のために働いているのかよくわかんない。もう厚生年金だけはしっかりとかけといた方がいい。で、あとはもう所得税で、源泉徴収されてるでしょ。あのお金をしっかりと損したくないんだったら、余ったお金で国民年金基金をかけておくこと。国民年金じゃないですよ。国民年金基金っていうのが各都道府県の県庁とかにありますから、その近くに。大体、県庁とかの近くにあります。大体、中心地の近くに。まあ、ここで言うと、神戸市で言うと、三宮の、まあ、ちょっと神戸市役所のちょっと南の方に行ったところが、県庁、僕もね、いろんな窓口行ってたら、長い間行かなくなって、もう忘れるから、移動するときは移動するから。ということでね、皆さん、良い曲を